はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、こちらのこれスバルインプレッサです。マニュアルの平成17年式 1500cc 4駆 ETC ついております。タイミングベルトも交換済みになってて、122000km の、スバルインプレッサマニュアル。こちらね、ありがたいことに、遠方のお客様の方よりこちらお問い合わせの方が入りまして、原車確認がねなかなかちょっと難しいんで、ご紹介動画の方撮らせていただきます。こちら秋田県の方よりお問い合わせいただきました。ありがとうございます。無事福島県の相馬市ってところでね商売やってるんですけども、いやありがたいですね。いろんな地区の方に見ていただいてね、いろんな地区の方にお問い合わせいただいてね、本当にありがたいですよ。こうやってね動画配信しててさ、 YouTube 見てるよなんてね声かけていただいてね、もうやりがいもあります。やっぱりさ、せっかく動画作って動画配信してやっぱり見てもらえないっていうのはね、こう精神的にもね病んできますけれどもね、やっぱりこうやって発信することによって反響があるっていうのは本当やりがいもあってね、ありがたいです。まあとりあえずこちらのインプレッサー。ほんで、車検2年付き込み込み価格が40万円で出してたインプレッサーになります。マニュアル車です。マニュアル車いいね。マニュアルのインプレッサー。ほんで今こちら外装の方がねほこりかぶってたんで、今うちのけんちゃんにまず洗ってもらって、あと下回り、テスト走行とか外装の方一周してみようかと思いますって、まず今洗ってもらってからまた撮っていきます。はい、そしたらこちらのインプレッサー、まず下回りの方を取っていこうかと思います。4駆車です。こんな感じで、これはうちの方で下回りの塗装とか何にも手をかけてません。まだこんな感じの状態です。マフラーが錆びてます。でもまだ大丈夫ですね。形の方しっかり残ってるんで、ここは、うちの方で、ご制約いただいた時はしっかりとサビの目の方もやります。フレーム部分もサビ止め、これでも一回サビ止めされてるね。されてます、で、またうちの方ではこの上にサビ止め塗装もいたします。綺麗ですね。ブーツ類も特に、痛みもありません。キレがありませんって言ったらいいかな。大丈夫ですね。ライトどこだ。はい、ライト持ってきました。はい、エンジン周り綺麗です。特に下回りにじみもありませんね。いいですね。状態的には平成17年式の車。ほんで何年落ちになるんだ。だから15、16年落ちです。すごいね。15、16年経ってる車だけど綺麗ですね。本当にいいね。これはでも前オーナーさんの手入れが良かったのかな。これサビ止めしっかりしてますもんね。全然サビがだから出てない。マフラーもこれ1回塗ってるんですね。塗ってる部分にちょっとサビが浮いちゃってるってことだね。でもこれは前オーナーさんの手入れが非常に行き届いてる車だと思います。綺麗です。はい、タイヤの方もこんな感じで6分山程度はありますね。67分ぐらい結構山は結構あります。これはサトレスとしてまだこのまま使用ができると思いますね。じゃあとりあえず下回りこんなような感じでした。あとは内装外装の方を取っていきます。はい、そしたら今からテスト走行の方に行きます。マニュアル車なんでね、ちょっといつもと運転しててちょっと違う感じがします。いいですね。走り出しもバッチリ。マニュアルの癖もね何もないです。特にマニュアル車ってどうしてもね全オーナーさんの癖とかがねついちゃうのがあるんですけども、これはいいね、スムーズに入ります。足回りも何かいいね異音があるかっていうとそういうこともないし、4駆の車でね、やっぱデフの音がねしてるとかもねたまにあるんですけど、これは大丈夫です。別にガラガラガラっていうふうな変な音もしません。タイミングベルトは交換済みになってる。なんだろうな、だからあと気になるとしたら何かあるかな。サビでもね一回されてるような感じだったんで、まあでも、もしご制約いただいた時は、マフラーの塗装、あと下回りのパスタ、サビ止め塗装は、やらせていただきます。いいですね。いいですね。マニュアルっちゅうのがいいね。面白い。最近マニュアル車本当に少ないんでね、オートモ車はいっぱいあるけどマニュアルの車ってね探そうと思うとなかなかないですよね。高いしねマニュアル車って。車検2年付き込み込み価格が40万円ということで出させてもらっております。まあ、あとはね外装の方を取りながら、もう一度、なんだご説明動画していこうかと思います。まず会社の方に戻ってからね今度外装の方一回りしてみようかと思います。はい、とりあえず今ね、下回りとテスト走行の方も全て完了いたしました。こちらほんで、もう一度ね改めて車検丸々2年付き込み込み40万円17年式インプレッサマニュアルの 1500cc ですね。12万2000キロ、タイミングベルトは交換済みになっております。 ETC 付きになってます。はい、で鑑定書の方がこちらルー鑑定、11月25日ですね。2ヶ月くらい前ですかだから、取ってます。内装外装ともに、4点星もらってます。5つ星中ね4つ星もらって、骨格部分が軽度の修復履歴が出ておりました。機関の方がもちろん正常ということでね、右フロントインサイドパネル損傷ってことで、まあ軽度の修復なんで自己性の方はね、大したことないもんだと思ってもらっても大丈夫です。一応ねうちの方でこういうのしっかりとその走行距離とか、修復履歴とかねしっかりとお客様の方に見てもらいながらねご検討いただきたいなと思って、1台ずつ中古車鑑定協会の方にお願いしてしっかりとした鑑定車の方を作ってもらっていました。12万2000キロです。よし、そしたらね外装の方も見ていきます。まあ、4つ星も当てるような車なんで綺麗です。非常に綺麗です。こういうところをねちょっとね擦れちゃってるようなのはあります。でも致命的な痛みもないかな。まあ、年式が1516年前のモデルにはなモデル2が1516年前の年式にはなるんで、いくらかこの辺ねクリアがちょっと浮くような感じが見えますね。ただ致命的にペコっていう大きなへこみとかガリ傷っていうのはないですね。綺麗です。ボンネットの方もここが少し1箇所クリアのハゲが見えますね。まあ年式なりにちょっとした痛みはつきものだと思っていただければなと思います。こちらインプレッサ内装の方も見ていきますね。あ、いいね、綺麗だ。まあ4つ星だからね、あとうちのけんちゃんもできる限りのルームクリーニングやってくれております。綺麗ですね。シミもない、いい車。パワーウィンドウ、はい、こんな感じね。エンジン静かだね。これエンジンこれで動いてますからね。電源じゃないや、エンジンはこれでかかってるんですけども、すごく静かです。ナビとかはついておりません。マニュアル車 ETC の方は後付けてこれねついてます。まあこんな感じ。よいしょ運転席周辺も非常に綺麗ですね。あ、ここが少しね擦れてます。これはもうどうしてもね12万キロ乗って、まあちょっとねやっぱりこういうシートなんで擦れちゃうんでしょうね、乗るときね。でエンジンルーム、まあ、下から見て返事のにじみとか漏れの方もね全然出てはいないんですけど、まあ、上から見ても綺麗ですね。大丈夫ですね。でタイミングベルトの方は平成26年で、97,000キロ時点で交換になってました。これはうちで交換じゃなくて入荷した時点でもう交換済みってことでね、こちらの方は入荷してます。こんな感じ、静かだね。ほんとエンジン静か。これはいいね、静かなエンジンです。バッテリーはこれ弱いんで、バッテリーは新品をもう無条件で入れさせてもらいます。点検時にねエンジンオイルの交換とバッテリー交換はもう無条件でやるようになりますね。バッテリーはこのバッテリーでちょっともう出したくはないんでね、非常に弱かったです。エンジンかか始動するときに一応うちのねブースターでは、始動はしたんですけども、まあ、充電はしてるんですけどもね、あれはちょっともう使いたくないんで新品バッテリーをつけての私になります。まあ、そんなところですね。タイヤの方はね普通車の場合うちの方で、このままでのお渡しにはなってしまいますんで、こちらでも山の方もまだまだあります。まあ、こんなところでございます。で、秋田県の方ってことだったので、納車業務、登録業務などが、ちょっと別途で料金が発生してしまいます。で、こちら、とりあえず40万円に、あとプラス納車費用、登録諸費用が、地区外登録ってことでね、プラスいくらか追加になってしまいますね。あとは、お電話の方で、もしこちらのお車でよろしければご相談いただければなと思いますので、ぜひぜひどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。